ご視聴ありがとうございます。リアクヤ七沢です。こんにちは。こんにちは。今日はママカさんに来ていただきました。はい、長年モデルさんを務めてくださっているママカさんです。今日も大体1ヶ月ちょっとぐらいかなですね、はい、よろしくお願いします。すごい暑いですね最近は。いやもう夜しか出かけないんですけど。ああ、確かに日中出ると思うね。もう暑いです。今日は暑い中すいません、はい、来ていただいてありがとうございます。最近のパラダの感じはどうですか。なんか腕がだいぶ、はい、重たい感じが。あ、腕に肩が凝るとかよりなんか腕の方に、はい、あ、肩も痛いんですけど。そうです、ね、肩も痛い、はい、肩通り過ぎて腕に来たみたいな。ああ、もう肩からも広がってきちゃった感じですかね。広がってきてもなんかジンジンします。あ、ジンジンする、はい、分かりました。前なんか足かなんかパキパキしてどうぞっていうような話ありましたけど、そうですね、未だにパキパキしてますけど。あ、それは出てるんですね、はい、足気にしないようにして。あ、そうなんですね。腕が一番気になってる場所なんですね。わかりました。じゃあやらせていただきます。よろしくお願いします。じゃあ着替えていただいて、はい、仰向けに寝てください。はい、はい、でも下を乗せますね。はい、はい、ここちょっとプチプチありますね。あ、本当ですか。うん、あ、気がついてなかったですか。うん、靴ずれ、うん、痛いとかないですか。ないです。ないですね。なんかやっててなんか気になることあったりしたらおっしゃってくださいね。ちょっと怖いなと思ってます。いやもうめっちゃね心臓バクバクしそんなそんな。あ、安心してください。緩みに始めますから。そうね。あ、なんかちょっと油断してると。いやいやめちゃくちゃ緊張してるじゃないですか。そうですね。ちょっと足が燃えてないように硬直しだして。じゃあ始めますね。はい、楽にしてください。そう見たくないですよね。今のとこ。はい。
汗が出てきましたね。だんだん慣れが出てきたじゃないですか。そうでもないですか。あ、でもそうですね、はい、多分こういう痛いの好きな人もいるんだろうなって考える余裕は出てきました。ほうでも前より足がなんか人の足になっていますね。はい、あ、本当ですか。うん、なんか桃葉さんの足って、はい、本当になんか蝋人形の足みたいな。あ、確かに冷たくて硬くてっていうのだった記憶があるので。あ、そう、そうです。めちゃくちゃ痛がるっていう。あ、そうです、ね、そう。でも今普通に受けてるんで、はい、あ、足柔らかくなりましたし、あったかくなりましたよね。ちょっとそうですね、最近なんか、うんうん、やってます。なんか痛い時は寝ながら、はい、なんかストレッチ。お、すごい、すごいじゃないですか。やってます。偉いじゃないですか、はい、変わりましたね。はい、すごいじゃないですか。むしろなんで今まで うん、やらないでなんか我慢してたんだろうってやった方が楽なのにってそうそうそう、いいことですね。足良くなりましたね。そうです。うん、よかった。うん、すごいちゃんとこう、まあ、あの、なんだろう、最高とは言わないですけど、はい、普通に人の足になってますね。あ、嬉しい。うん、よかったよかった。すごい変な会話なんで。いや、でも本当そう、なんかそういう言い方が、なんか自分でも死人の足みたいとかね、言ってたじゃないですか。確かに、そう。感覚ない人みたいな。そう、なんかガチンガチンだった感じだったので、うん。あ、痛い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 、なんか釘が刺さったような釘でした。あ、痛い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 。そうですね。いや、本当ずいぶん変わりましたよね。はい、血色も良くなってますもんね。あ、良かった。うん、以前よりなんかこう赤みもさして、色味的にも感触的にもちゃんと人の足です。生きてる感じ。なんか多分精神面もすごい変わったんですもんね。最近結構こ う、ね、幸せっていう話が出ましたけど。そうですね、やっぱり、うん、あと前は本当に寝たきりとかだったんで、うん、そう全然動かないって言ってましたもんね。そう、でも最近は人並みに家事するようになったんで、うん、お、多分そう、人と同じことしてるとやっぱり人並みで、うん、そうですね、それはそうですね。戻って、うん、すごいいいことじゃないですか。はい、よかったですね。よかったです。いや、私よかったよかった。はい、でもだってちゃんとこうあれですもん、沈む感じがありますもん。あ、あの、なんですか、弾力というか柔らかさとか。いいことですね。すごいいいこと。前はなんていうか、滑っちゃうというか、本当硬くて入らないし、なんか何にもしてないのにめちゃくちゃ痛がるみたいな。そうですね。そう、今普通にやれてるし、こうして話もできてますからね。確かにそうですね。めちゃくちゃ変わりましたね。今のとこ気持ちいいです。あ、よかったですね。じゃあそんな緊張しなくてよかったじゃないですか。あ、でも、ね、分かんない。いや、でも多分大丈夫ですよ。あ、前ほどは確かに、うん、そうそうそう、この段階で前は痛がってましたね。そう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 、最初からもう足もう引っ込めちゃって確そう、そういう状況だったことを考えたらすごいいい反応ですよ。前より痛がってないくないですか。あ、うん、あ、そういえば、ね、普通に大丈夫そうな。タバコの話で夢中になってここは痛かったそうですね、私の中でもリクラ悪魔的だった、うんうん、すごい変わりましたね。あ、よかった。うん、
そうなん、あ、もう生活も変わったんですね、人並みに家事をしたり。すごい。もうやらないと。うん、あ、素晴らしい。で、いい人と出会ったんですね。そうですね。あ、そうですね。うん、ずっと実家暮らしとかだったから、うん、あ、うん、ね、親に甘えちゃって。うん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 。うちの母親は味噌汁が嫌いだからとか言って文句言ってましたからね。自分作ればいいじゃん。そうそうそう、そう言って突っ込んでました、私。もう今いいでしょと思って。確かに。でもなんかやさぐれてましたよね、結構ね。あ、そうですね。それを全然疑問に思ってなかったです。よくいるなんか大変なニートみたいな。そうそうそう。すごい成長しましたね。あ、そうですね。良かったですよ。もう30手前になってきて、やばいと思って、焦り出して。焦り出して。いや、良かった、良かった。でも、まあ、まだまだね、体、これから変わりますからね、やってれば。いや、全然いいじゃないですか。まあ、ちょっと冷たいですけど。そうですね。そこまで、うん。やっぱりだから動いたりとか、気持ち的にもね、そこまでこう溜め込んでなかったりとかっていうことで、なんでしょうね。はい、そうですね。前はやっぱ結構、痛くてイライラすることも。そうですよね。体調が本当に悪くて、イライラしてるっていう話もありましたもんね。そうですね。コリってイライラしますもん。ああ、わかる。そうそう、なんか変ないろんな不調が出てきちゃいますしね。ああ、そうですね。そうですね。なんか雰囲気良くなりましたもんね。服装とかも良くなって。全然、はい、普通にいらっしゃる方ぐらいのこれぐらいの痛がり方なら別に、ああ、それ、そんなもんなんで、桃橋城一番今日いいんじゃないですか。です、ね、そうそうそう、久しぶりのリフレで全然違います。ああ、ね、私すごい覚悟してたんですけど、で最初の方が痛いんで、これで今痛くなければ、これより痛くなるってないですよ。あ、うん、嬉しい。うん、うん、うん、そうそうそう。今日だって今、まあ今右足だけですけど、一通り今これで大体箇所的にはやってあるんで。なんかじゃあ痩せ方とかも変な、あの無理してる感じじゃないんですかね。あ、そうですね。ちゃんと2食はしっかり食べてますし、内容とかもちょっと気をつけて栄養価考えながらって感じですか。野菜とか、そうです。やっぱすぐにキビできちゃうから。あ、そっかそっか。痛みとか食べます。あ、でもそういうふうにこう体見ながらやれてるのは素晴らしいですね。そうですね。前なんかカップラーメンの話ばっかりしてました。そう。何が悪いのみたいな。本当なんかうわーと思いましたもん、なんか。女性からすごい離れた発言ばっかりしてますね。そう。なんかもうちょっとだいぶ違うところにいる人だなと思って。サイプレートとか食べてるとバカちゃんとか思ってました。そう、なんか、まあ、別にカップラーメンでもいいし、味噌汁はお母さんが作んないのが悪いしみたいな、そういう感じでしたからね。そうですね。すごい変わりましたね。なんかそんな率先して今は家事をやってるとか。あ、そう、うん、本当。ベッドから出ないとか言ってましたもんね。そうですね、本当。そのままだってもう30代突入してたら絶対崩かれた。そうなってちょっと問題ですよね。すごい太ってたと思うし。あ、確かに確かに。ところで、ママさん、はい、何か
告知などありますでしょうか。仕事の告知はないんですけど、はいはい、最近ツイッターをやめて、はい、インスタグラムを始めたので、はいはい、よかったらフォローしてほしいんですけど、名前が葵美琴っていう、ね、そうですね、そう、はい、名字つけました、はいはいはい、名字つけてやってるので、はい、よかったら探してみてください、はい、貼りますね、葵美琴、ね、アンダーバーでしたっけ、そうですね、下のなんか、うん、下の線ですよね、はい、アンダーバーが入って、はい、葵美琴、アンダーバー美琴でアカウントですね、はい、はいですね、結構あれですよね、肌の露出が多めの写真も、はい、あ、そうですね、ですね、はい、まあ、お好きな方はぜひ、はい、はい、私もインスタをやってるのでよかったらフォローしてください。では、今日もありがとうございました。またよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます、はい、この動画が良かったらグッドボタンと、チャンネル登録をお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。 See you.